サミュエル・セバスチャン・ウェスレイはイングランドのオルガニスト、作曲家。ウェスレイはロンドンで生まれた。彼は作曲家のサミュエル・ウェスレイが妻のシャーロットと離婚してサラ・スーターと作った二つ目の家庭で最初に生まれた子供だった。サミュエル・セバスチャンはチャールズ・ウェスレイの孫息子にあたる。ミドルネームは 父が生涯その音楽を敬愛し続けた、ヨハンゼバスティアンバッハから取ったものであった。少年期にチャペルロイヤルの合唱隊で歌った後、ウェスレーは音楽家としての道を歩むようになり、1832年にヘレフォード大聖堂のオルガニストに任用された。3年後には、エクセター大聖堂に移り、その後はリーズのセントピーター教会、ウィンチェスター大聖堂。 グロスター大聖堂での職に就いた。生前は国内の指導的なオルガニスト、合唱指揮者として有名であったウェスレーはイングランド国教会のためにほとんどびただしいほどの楽曲を作曲しており、これにより彼の記憶は大事にされ続けている。彼のよく知られるアンセムはザウィルとキープヒムインパーフェクトピースやボッシュミーセルーリーなどである。また彼は バースアンセムとしてはかなり遅い時期の作品を書いており、そこでは一人、または数人の声によるより小規模で親密な調子のパッセージでユニゾンと対比的な箇所が対比される。ブレスドビー・ザ・ゴッド・アンド・ファーザーやザ・ウィルダネス、アスクライブ・アントゥザ・ロードはかなりの長さを有する曲で、補聴調の礼拝音楽も同様である。有名な短いアンセムのリード・ミー・ロードは プレイズ・ザ・ロード、オー・マイ・ソウルからの抜粋である。彼のオルガン独奏のための楽曲にも値打ちのある、リサイタルで演奏され続けている曲がある。ウェスレーのキャリアで特筆すべき特徴は、平均率を剣をしていたことである。この態度は、この調律法が大陸で受け入れられ、イングランドの多くの地域に広まって、以降も数十年にわたって続いた。主要作品を示す。 2010年7月4日のリーズ、セントピーター教会の午後の礼拝から、ウェスレイの生還200周年を祝う音楽祭が開催され、合唱リサイタルが催された。8月15日の礼拝は、BBC ラジオ4で放送された。午後には、リンドレイ博士が、ウェスレイのオルガン作品の記念リサイタルを行い、9月13日には、リーズタウンホールで、ウェスレイの作品による、 記念リサイタルが開催された、注釈出展、ありがとうございます。